はい、本日はですね、買う前に注意すべきマウンテンパーカーの特徴ですね、お話しさせていただこうと思います。ということで、こちらにずらっとマウンテンパーカーを今並べさせていただきました。で、マウンテンパーカーと聞くとですね、最近アウトドア流行ってるから、アウトドア系のジャケットってマウンテンパーカーだよねってことは全ていいんだよねと思ってね、ついつい買っちゃうんですけども、ちょっと待ってくださいと、これはちょっと注意してくださいよというのをですね、実例をもとに今からお話しさせていただこうと思っておりますので、本日の流れとしてはですね、こう買う前にね、ちょっと注意してほしいポイントっていうのをですね、僕はお話ししていきます。で、お話ししてるんですけども、ここを見てくださいね、ここを注意してくださいね、なんていうのをね、実体験をベースにお話しさせていただこうと思っておりますので、お付き合いいただければなと思います。ではですね、まず一つ目っていうのがですね、マウンテンパーカーと言いながらでもですね、防水じゃないマウンテンパーカーがあります。で、ご安心ください。はっきり言って防水とか撥水とかわけわからんねんっていう方もね、見ていただいてると思いますので、まずはじゃあどのアイテムが防水じゃないかっていうのいきましょう。こちらユニクロのね、マウンテンパーカーになってます。正式名称はブロックテックパーカーかな、なんかちょっと忘れたんですけども、こちらユニクロのマウンテンパーカー防水ではございません。で、ええー、ってなるじゃないですか。ユニクロ自体もね、これ防水って歌って売ってたんですよ。で、僕もね、その後ちょっと検証してみました。車のガレージのところでね、僕がこれ着てみて、で、シャワーを浴びて、ほんまに濡れないのかっていうのをね、1分間検証したらですね、もう1分後には綺麗に浸透してたんですね。おい、防水やないやないかと。防水って防ぐに水って書いて防水っていうのに、全然防いでないやないかと。じゃあ、これは防水ジャケットじゃないですよねっていうのはね、分かっていただけたと思うんですけども、ちょっと待てよと。なんか防水、撥水とかよく聞くんやけども、ちょっとわけ分かってないんですっていう方はね、これ見ていただければよく分かりますので、どんな話なのかというとですね、まず撥水。撥水っていうのはね、何なんかというとですね、車で考えるとちょっと分かりやすいんですけど、車ってね、撥水コーティングとかするじゃないですか。まあ普通のボディの上にちょっとコーティングをかけましたと。そしたらなんか汚れってあんま目立ちにくくなるから、よかったらコーティングしませんか、うちでやって安くできますよ、なんて言って営業マンに営業されるでしょ。で、いやー、ちょっとまあコーティングするんやったらもうお金高いしいいですわ、相手ね、なんか高いコーティングとか20万くらいするんですよ。いや、もうそんなんうち払いませんわ、言うてね、いいですいいです言うてたらね、結局コーティングが新車から剥がれていって、どんどん水垢が溜まってもう取れんくなって、最終的には乗り換えるっていうオチになったりはするんですけども、それと全く一緒。要はコーティングするんですね。で、コーティングして水を浮かしてるだけっていう感じなんで、いずれそのコーティングって剥がれるんですよ。だいたいどれぐらいで剥がれるのというと、まあ洗濯をね、頻繁にするとやっぱりコーティングって剥がれちゃうので、このジャケットもね、もともとはね、こう水を弾くジャケットやったんですよ。なので、分かりやすくね、水を弾くジャケットちょっと一回持ってきましょう。これはね、水弾くジャケットなんですけど、弾くってね、こんな感じですわ。パーってもう綺麗に落ちていくでしょ。これコーティングされてる状態、車でもあるじゃないですか。ほら見てください皆さん、ボンネットが綺麗に弾いてますよと。なんとこれがたったの今なら20万円ということで、ゲゲーっていうことでね、車って金かかるよねなんて言いながらね、コーティングしちゃなあかんと思うんですけど、まああれがね、撥水してる状態ですわ。じゃあ次、これは撥水してるんかなっていうのを見ていきたいなと思うんですけども、わかります？これって撥水しないんですよね。もう浸透はしないけども、こうベチャーとなってる。傘とかも古い傘使ってたらこうなるでしょ。新しい傘は弾くんやけども、古いところはね、弾いていかへんってなると思うんですけど、それと一緒。ここはもう撥水がない状態。で、ここはまだ撥水が残ってる状態っていうのでね、まあ分かりやすいかなと思います。で、これでね、撥水の意味は分かったと。撥水ってまあ要は水を浮かしてんねんなっていうのが分かるんですけど、じゃあこのコーティングがなくなったらね、濡れますよねと。まさにその通りなんです。だからね、防水っていうのは何かっていうと、生地自体がもう通さない。もうこの生地自体がね、布通、水通しませんよっていうのが防水と言います。で、撥水っていうのは何かって言ったら、水を弾くだけ。やから、そのコーティングってずっと機能が続くわけじゃなくて、いずれはなくなっちゃうから、またつけてくださいね。だからうちでコーティングしませんかっていう話になってくるんですけども、防水に関しては、この生地自体が防水やから、もう安心してくださいと。撥水がなくなって、もう全然弾かんくなったとしても、絶対に水は入りません。もうこれが防水なんですね。だから、撥水は一時的なもの。防水は、まあ、半永久的に続くっていうふうに思っていただければいいかなと思うんですけど、まずマウンテンパーカー買うときに注意すべきっていうのが、防水じゃないとかちょっと気をつけましょうねって。撥水って書いてるから防水やと思い込んで買っちゃったらええんやけど、いや防水ないやないかと。これまたコーティングしゃなあかんやないかってなってきますので、まあその辺は注意していただきたいし、撥水をね、かける場合はこれを僕いつはおすすめします。ニクワックスというね、撥水スプレーがありまして、これをね、パッ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 とかけていきます。そしたらね、ちゃんとコーティングされたと全く同じような状態になって、また水を弾きますので、これをね、使っていただければいいかなと思います。これがなんとお値段が安いです。1500円ということでね、これは僕が出してるわけでもございません。僕にお金が入ってくるわけでもございません。何のつても縁もない会社の、商品を紹介してるんですけども、確かね、イギリスか何かやったと思うんですけども、イギリスから案件が来るのをお待ちしておりますってもうずっと言ってますけどもね、まだ来ませんというのがまず防水であるところを気をつけましょう。でね、このようにね、白い粒が溜まった時はしっかりティッシュとかでね、拭いてあげてください。
これかけすぎなんでね、やりすぎですよなんていうのが一つ目ね。で次二つ目、気をつけるべきところっていうのがジップなんですね。ジップってね、はジップ何の話ってなるかもしれないんですけど、マウンテンパーカーで最も壊れやすいところってジップなんですよ。ボタンとかじゃなくてジップなんですよ。とにかくジップが壊れやすい。まあこれはマウンテンパーカーだけじゃないんやけども、いろんな服に言えることなんですけど、ジップはとにかく負担がかかりやすいんですよ。でそう言うてるね、僕もね、このジップ壊れております。でなんやって今現在進行形で壊れてるジップはこちらのジップでございます。ジップがね、こう噛み合わんくなってくるんですよね、どん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 。でこれ自身は変えてるんで、もう色が違うでしょ。実はこの時に買ったネイビーの色ってこの色じゃなくてこっちの色味なんですね。だから生地と同じジップを使われてるんですけども、もう修理したんでね、その買ってから何年も経った後やから、もうこの色味ないですって言われて、あこの色味ですね、この色味ないですって言われたんで、まあ、その時にあるネイビーでねつけてもらったんですけども、なんでじゃあジップが壊れやすいかっていうと、やっぱちっちゃいジップなんですよね。こういうちょっと小さめのジップってどうしてもこう負担ギュッてかかるじゃないですか。こうガッてかかった時にどうしてもここだけでね支えてるんで壊れやすいんですよ。で対してジップのね大きさ見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっとこっちの方がやっぱ大きいでしょ。大きいジップの方がやっぱり頑丈やし壊れにくい。なのでこんだけねしか変わらへんのに、こっちの大きい方のジップは壊れたことないんですよ、ここ何年も持ってても。ただこのちっちゃい方のジップってどうしても壊れるんで、チャックの交換が必要になってきたりするっていうのもあるんで、小さめのねこのジップのやつはちょっと要注意かなと思います。ただねこういったちゃんとしたメーカーというか、もうアウトドアブランドであれば修理でねできるんで、確かこれ4000円ぐらいで僕修理したと思うんですけども、ちょっとね知っといてもいいんかなと思います。まあノースフェイスで言ったらこういうクライムライトジャケットとか、こういうドリズルジャケットとかっていうのはね、そういったタイプのジャケットになってくるんですけども、逆に頑丈なやつって何って言ったら、こういったねマウンテンライトとかもそうやし、アークテリクスやったらまあゼータとかベータとかね、アルファとかね、その辺はまあジップがねちょっと大きめなんで、まあ、壊れづらいっていうのはあります。はい、ということでまあ防水とジップですね。じゃあ次に気をつけるべきところっていうのが、ジャケットによって着るシーズンが実は違うんですよね。でこれ実は違うっていうのが、まあ夏向きのジャケットなのか秋冬向きのジャケットなんかによって生地の厚さがちょっと変わってくるんですよ。まあ見てもらうのが一番早いと思うんですけどね、こういうね薄めのジャケットって、こういうまあ薄いジャケット、薄い生地がねこう1枚だけあるっていうような感じなんですよね。で対してこう秋冬系のね、まあ、マウンテンパーカーっていうのは表の生地がもちろんあるのはそうやねんけど、裏にもね別で裏生地っていうのが貼られてたりしてて、そもそもこの表の生地自体も分厚いし、さらにこういった裏の生地もね使われてるっていうのがあったりするので、同じマウンテンパーカーって一口に言ってもですね、冬場向きに作られてるのか、それとも夏向きに作られてるのかによってもね若干違うっていうところがあるので、春先に着るマウンテンパーカーはどっちかって薄めの方がいいですよね。春からどんどんこれから厚なっていくのに、20も30もあれやつ着てどないすんねんってなるし、逆に秋場に着るっていうなってきたら、こう冬に向かっていくからね、どん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 こう寒くなっていくっていうのがあるので、まあ分厚めの方がいいよねなんて言ったりするじゃないですか。だからまあこの辺はね、まあ好みもあるんですけども、せっかくマウンテンパーカー買った、4月3月に買ったってなっても、20のやつ買っちゃったらもうすぐ厚なってね、これ着るタイミングいつなってるのって思ったりするんだけど、薄めのやつに買っとけば、まあ、3月4月に買っても3、4、5、6、梅雨の時期もまた着れるってことなんで、自分がねどこに着たいかっていうのもね考えた上でね、ああ梅雨時期着たいなと思ったらちょっと薄めのマウンテンパーカーの方がいいやろうし、まあそれまあ薄いのってどういうのっていうと、まあ、さっき見てもらったマーモットのね小物ジャケットっていうやつもそうやし、それ以外にあったクライムライトジャケット、これまた出てきましたね、あのジップのちっちゃいやつね。他にはねモンベルのストームクルーザーとかレインダンサージャケットとか、まあこの辺はね梅雨のレインウェアにもなるし、マウンテンパーカーとしても着れるというようなねジャケットかなと思います。でね、まあそれ聞いてね、わめんどくさいわと、そんなこといちいちわし考えられるかっていう方はね、とりあえず1着ずつ持ってるのがそれでいいと思います。あの薄手のジャケット1着持ってたら春次使えて、次はじゃあ秋冬使うときはもうちょっと二重のねあのマウンテンパーカー持っときゃもうそれで年間通せれるんで、とにかくめんどくさいと思った方は1着ずつ持ってきゃそれでおしまいなんよと。それで深いことは考える必要ございません。まあもちろん二重のやつでもね4月でも着れたりとか、もうちょっと暑くなったというか、まあ梅雨時期でも着るっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、まあ日本にはね四季というのがございます。春は桜綺麗やな、夏は海水浴で姉ちゃん見に行こうか、秋は彼女ともみじでも行きましょうか言ってね、で冬は団体でゲレンデマジック行きましょうよなんて言ってね、まあそういうの楽しんでいけると思いますので、どうせだったら服もね楽しもうじゃないかというところで、まあ暑さがちゃうと。で最後のところなんですけどもね、何が注意かというと、生地ボロボロに劣化するジャケットがあるんですよ。で、はあ、そんなジャケットあんのと、そんなもんもう詐欺ですやんと、もう詐欺宗教もんですやんっていう感じで思うかもしれません。壺買った方がいいですやんと思うかもしれないんですけども、ご安心ください。もう劣化するジャケットっていうのはですね、これ運でもございません、偶然でもございません。
何かというとですね、もうはっきり分かってるんですよ。もう劣化するジャケットはこれですっていうのが分かってて、僕以前動画ちょっと作ったことあるんですけども、劣化するとね、まさかこんなボロボロになるんですよ。こんな汚くなっちゃうのということで、もうこいつらね、猫かぶっとるんですわ。夫婦も一緒です。奥さんってね、最初猫かぶってたでしょ。なんか細いし、今より全然細かったし、優しいし、声も高かったはずです。ただね、気づいたらですね、ちょっと横がふくよかになって、声も低くなってますよね。そして優しさっていうのはね、少しずつ薄くなってきて、まあ違う優しさになってるかもしれないんですけども、まあそういうことでね、猫かぶっとるんですわ。防水ジャケットもね、僕も防水ですよみたいな顔してるんだけども、年月とともに劣化していくっていうのがあるんですよ。で、まあなんで劣化するんかっていうのはその動画で喋ってるんで、ここでは割愛するんですけども、とにかく劣化するジャケットがございます。僕が持ってて劣化するって分かってるジャケットがもう今紹介しておくとですね、まずこちらパタゴニアの名作やのに劣化するんかいっていう話なんですけども、こちらがトレントシェルジャケットということで、これ劣化してる映像を見ていただいてると思うんですけども、これ見事に劣化します。そして次がですね、こちらスクープジャケット、これノースフェイスなんですけどね、これも劣化します。内側が劣化するのでね、全部今外じゃないですよ、内側が劣化するってやつなんですけど、劣化しますと。でそれ以外にはね、おそらく僕は思ってるのはこのドリズルも劣化すると思います。構造は一緒なんでね、やってることは一緒なんで、おそらく劣化すると思いますけども、これも内側が劣化してくるでしょうと。でですね、さらにこちらノースフェイスのベンチャージャケットも、これ防水なんですけど、これも劣化すると思います。で他にもね、このドットショットジャケット、これも 100% 劣化します。というところでね、まあ僕は聞くということでね、まあ基本的にじゃあ何買ったらいいのっていう話になってくるじゃないですか。何買ったらいいのっていうと、とにかくもう悪いこと言わないんで、ゴアテックスを買ってください。もうゴアテックス買っときゃね、もう長いこと使えるし、修理もできるんですよ。ただこの劣化ジャケットは修理できません。さっきノースフェイスとかなんかブランドって修理できるって言ってたよな、こいつ嘘つきやんって、ちょびひげ生やし、やっぱ金髪で、こいつやっぱ嘘つきやったって思う前にちょっと待ってくださいね。そういうことじゃなくてですね、もう構造上修理できないんですよ。劣化しちゃったおしまい。なんかシンデレラもそうでしょ、12時過ぎたおしまい。もうカボチャがおろうが何がおろうが関係ない。もうとにかく12時になったらもうガラスの靴置いて、とにかくおらんくなるんよと。もうそれと一緒。もう数年経って劣化したらもうとにかくおしまいなんよっていうのがね、こちらの劣化ジャケットになっております。もうもちろん僕が持ってるの以外でもいっぱいありますよ。僕が持ってないジャケットで劣化するやつっていっぱい世の中にあるんやけども、とにかく持ってるジャケットではこの辺です。だからまあとにかくこのゴアテックスをね使っておけば、さっき言ったように生地自体がそもそも防水やから濡れません。いくら撥水性が落ちても濡れまないよねってことになってて、でこのジャケット買うときに気をつけてほしいのがジップですよね。ジップはやっぱり小さいと壊れやすいっていうところがあったりするし、まあ大体ゴアテックス使うようなブランドさんって基本的には修理受け付けてるので、まあその辺はもしちっちゃくても修理やったらいいかなと思うし、であとはね、ご自身の着たいシーズンっていうのを考えて、薄めのマウンテンパーカーか、まあ、分厚めのマウンテンパーカーか、どっちにしますかっていう話を考えていけばいいと思うので、まあ買う前にこの辺は注意ですよね。知らんかった、撥水防水違い今回これで分かれました。あ、ジップって意外とちっちゃかったら壊れやすい。まあ確かに言われたそうか。そんで厚さもね、あ確かにそうか、これから暑くなる気温が10度なのか、これから寒くなる気温の10度なのかってえらい違うよね。同じ10度でも全然意味合いちゃうよねってことは、春の10度秋の10度服装変わってくれないかいと。はいはいはい、分かりました。でさらにその後、劣化まであるんだねと。買って終わりっていうのは店員さんはそうですよね。店員さんはいらっしゃいませって言ってですね、あこれいいですよ、これおすすめですよって言ってね、買っていただくんですけども、それでとにかく私はおしまいです。それ以上クレーム言わないでくださいというスタンスなんですけども、僕ら消費者っていうのは買ってからがスタートですよね。やけどこういう劣化ジャケットはもう買った時点で劣化が始まっております。昔ね、ブラッド・ピットの映画でね、ベンジャミン・バトンかな、なんか忘れたけど、こう逆に年取っていくみたいなね、生まれた瞬間がおじいさんで、どん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 赤ちゃんになっていくっていうような物語があったんですけど、基本人間そんなこと起こりません。それ映画やからそんなことが起こるんやけども、現実世界でもそうです。基本的には物っていうのは劣化していくんですけども、とにかくこれは早い。スニーカーと一緒ですね。スニーカーのね、エアマックスとかもね、加水分解って言ってね、空気に触れてるだけでどんどん劣化していくんですよ。あれと全く現象は一緒です。劣化する理由も全く一緒なので、まあとにかくもう作った段階からこの辺は劣化していくっていうところでね、気をつけて買い物されれば、この買った後っていう方が僕らは長いですから、まあそういったね、マウンテンパーカーライフを楽しんでいただこうということで、本日はですね、買う前に気をつけるべきマウンテンパーカーの注意点というところでお話しさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。